皆さんこんばんは。チャリ旅トークライブというのを8月の28日から始めてまして、基本的にずっと、新潟から東北、北海道、そしてまた東北に戻ってきて、北関東編に昨日ぐらいから入ったんですかね。で昨日茨城県、あれ茨城どっちでしたっけ？木ですよね、茨城県、ですよね。あの大阪にも茨城っていうところあるんですよね、名前としてね。あれが茨城で、茨城って言いますかね、大阪の人。それで、今日は、ここ何県？栃木県。あの栃木弁っていうのは割と特徴的ですよね。なんかね、ジャズで言うと渡辺貞夫さんが栃木出身で、有名ですか、やっぱり栃木では。ですよね。で、話し言葉を聞いてみると、なんか訛りというのがすごくいいですよね、貞夫さん。で、明日は高崎の方に向かっていくわけですね。なんか物心ついてからですね、その北関東の位置関係を分からない人結構いるんですよ。だから皆さんはそういうわけはないと思いますけども、例えば九州の位置関係って分かります？どこに佐賀があって、どこに大分があってたら、まあ分からないでしょ、でもまだね、九州はね、まだ分かりやすいと思うんですけども、北関東は本当分からないですね。関東、埼玉がどこかっけ、埼玉どこだっけって、多分そんな感じですね。なんかくしゅっと細かくなって、そこでなんかいろいろある感じでしょ。でようやくここ最近になってですね、どこに茨城があって、栃木があってと、群馬があってと。で群馬がやたらでかいですもんね。で群馬の周りは長野とか新潟とかになるんですよね、結構ね。というわけで今日は宇都宮なんですけれども、宇都宮実は2年前にも来ています。2年前来られた方いらっしゃいます？2年前来られたっていう方いらっしゃいませんよね。2年前も自転車で来たんですよね。であの時はどうやって来たのかな、そうだ、北海道の北見から入って、そして旭川とか通って札幌、北見でまず、まあ、知り合いがですね主催してくれましたので、そこでトークライブして、そして札幌でトークライブして、で苫小牧から秋田に行ってフェリーで、で秋田でトークライブして、そして仙台、そして宇都宮といったわけですね、はい、今日は2回目なんです。で会場はね、全然違うところのすごい離れたところでした。公共施設っぽいところ、なんか図書館とかありそうなところでした。で全然街中から離れてますよね。でその時に初めて知って、わこれは遠いわと思って、でその後飲み会とかしたんだけども、そこに行くまでも結構時間がかかったということで、はい、だからまあ今回はですね、なるべく街中ということで、東武宇都宮と宇都宮っていうのはもうなんか地域が違うんですか？そこまでないでしょ。ね、これね、ちょっと言っちゃったら非常に失礼かもしれませんけども、お申し込みいただいている人の中でですね、今日はいらっしゃらないんですけども、キャンセルされた人の中でですね、東武宇都宮だから行きませんという人がいたんですよね。いやそれ本当の理由かどうかわかりませんよ。なんかおじまなんだっけ、小島ってなんだっけ、そういう名前の子ありません、子がつくの、子供の子がつくところ、あ、違う違う、小さいがつく、おやまやまに住んでるんですけども、JR の、宇都宮と思ってたんですけれども、東武宇都宮というの近くだというふうにちょっと分かりましたんで、私は行けませんというね。いやそれだったらさ、もうどこにも参加できないと思いますよということで、はい、まあまあいいや、それは、うん、まあそういういろいろご事情があったんでしょうと、思います。というわけでですね、まあ、宇都宮トークライブということで、これまでもう10カ所やってきました。10カ所で大体まあ1時間1時間でやってるんですね。で休憩を挟みます。で1時間を30分30分に分けて YouTube で上げ続けてるわけですけれども、ずっとこれまで絶え間なくやってます、ずっと。でようやく今日盛岡の3回目です。で先ほどねちょっとご連絡いただいた方でしたっけ、盛岡で非常に面白い方というか、まあ香ばしい方というかですね、興味深い方がいらっしゃいまして、お知り合いなんですか？まあ、そういう方がいらっしゃいました。でなんかね、本当ぶっ飛んだ話をするのが僕大好きなんですね、そういう方ですね。でなんか面白かったなと思うのが、まあお米を食べたらすごいことになるんでしょ、その方の魔法のお米じゃないですけども、なんかもう肌がピチピチになるとか、算数ができるようになるとか、なんかいろいろ言ってました。あとなんかね、お米を買うと10キロ買うとなんかネームプレートみたいなのがあってもらえて、それがなんかおろしてきた言霊を図形化してどうだって言ってましたよね。でそれをつけて農作業するとトウモロコシが20度の糖度になるみたいなんですね。まあ、そういうことばっかり言うわけですね。でまあお米を買っても食べてもいいしね、なんかトウモロコシ食べてもいいと思うんですけども、まあ別にその商品の説明することは全然一向に構わないんですが、ただまあね、YouTube の視聴者さんに対して何かいい、フィードバックというか、そういうアイデアないですかって言ったら、
そら、いやもう Q さんのね、ご神体を拝んでるといいですから、ね、そういうわけですよ。まあそれはいいです。それはともかく、それでですね、あ、そうなんですね。じゃあ YouTube とかいいですよね。言ったら、YouTube めちゃくちゃいいですよ。あの、もし Q さんが YouTube をやってなかったら、この宇宙は存続してないと思いますからね。なわけがねえやろ、そう思うんだけど。まあまあそういうことをですね、真面目に語られる人もいました。まさか親戚であるということがですね、はい、というわけで、まあ、毎回毎回ですね、違う話をしようと心がけてはいるんですけども、まあ、僕の YouTube を見ている方だですので、まあ、どうしても興味関心というのはある程度似てくるということですね。でやっぱり宇宙系の話が多い、あとは心理学系というか、あんまりどっぷりした心理学系の話じゃないんですけれども、まあ、心の問題ですね。あとは仏教とか密教とか、まあ、滝行とか御神言とかですね、そういった話に興味ある人が多いですね。あとは、まあ、お金の話はやっぱりどこでも多いですね。僕はまあ積極的にお金の話をしていますので、どうしてもやっぱりお金関係の話が多いです。昨日もですね、お金関係というか、お金持ちの人はですね、やっぱりね、お金があるということを全然遠慮なく言いますね。で、昨日は来られた方がいらっしゃいまして、不動産会社を経営しているということで、まあ、二次会行きましょうよと言って、でイタリア料理屋に行って、でシャンパンを次から次までバーッと開けてくれるわけですね。おかげさまですごい酔っ払ってしまいましたけれども、まあ、でも今日はもうね、走らないからいいやと思って、気合い入れて飲んだわけですけどもね、あ、全部出しますので、もうすごいね、人がいました、いろいろね。年収いくらですか、うん、1億2000万ぐらいじゃないですかね。いいですよね。1200万でもまあまあいいと思いますのでね、年収でいうと、ね、1億2000万ぐらいですね。あ、そうか、月収1000万ってことなんですねと、まあ、そういう方が最近よく現れる感じです。でこの間も山形に来られた方がですね、まあ、どこかでちらっと言ったと思うんですけども、まあ、急に10億円もらったって言うんですよね。十数億円で 税金をガーッて引いて、ね、10億円がポロンと残ってしまったと。でまあ、最近ですね、また別の方と福島でお会いした方とですね、まあ、その方もサラリーマンであるんですけども、まあ、スーパーサラリーマン的な感じの人でですね、まあ、年収は1000万余裕で超えているという方でしたけども、でその方とまたワインを飲んだんですね、2人で。新潟にも来られたんで、福島にも来られたと。男性ファン結構熱いんですよね。男性ファン結構、いや女性ファンもめっちゃ多いんですけども、どちらかというと男性は、まあ、今日も割合的に言ったらもちろん女性の方が多いんですが、ただスピリチュアル系一般、宇宙系一般は女性の方がはるかに多いですよね。そうですよね。ですよね。というか、あんま男性いらっしゃらないんですけども、僕のところに来られる方も結構男性が多いという傾向は十分にありますね。その中で、まあ、割とお金の話をするんですけれども、なんかワインを飲みながらですね、ポロッと言った言葉がですね、俺海外で寿司屋開くわみたいな。でここ 2,3 日ずっと言い続けてますけども、だからリアリティ、臨場感がすごい出てきたんですよね。で海外で寿司屋もいいんですけども、日本でインドカレー屋も開きたいなと思ってですね、だからそういうのできるんじゃないかなと。でそういうことをほざいていたらですね、なんかパトロンになってあげますよみたいな、出資しますよみたいな人がですね結構いらっしゃるんですよ。なんで、ね、いやお金がねたくさんあって困ってるんですよって、ね、価値あることにちょっと伝えたいと思いますので、でいいですねと、まあ、そういう人とからですね、まあ、知り合うといいことがあるのも分かりませんけれども、うん、ただそういう方はですね、例えば借金がいっぱいあってギャンブルで、借金こさえてしまったんですけども、それを肩代わりしてくださいということに対しては絶対にやらないですからね。だからそういうなんか夢のある投資とかね、そういうことをやっぱりやりたいわけですよ。だから僕自身が今これやってるのもですね、もちろんお金全部出してます。で一銭も出させないと、ミュージシャンにはですね、なおかつ、まあ最近ジャズのミュージシャンっていうのはそんな大手のですね旅行、レコード会社はついてることもあんまりありませんので、例えば上原ひろみさんとか渡辺貞夫さんとかですね、まあ、そういう、まあ、割とみんなが知ってるような人であれば、まあ、大手もつくんですけども、まあ、ほとんど大半ですね、 99% はやっぱりそういうふうなレコードの出し方はしないわけですよ、興味ですね。まあ、30年ぐらい前そういう結果結構ありました。だけども、まあ、こういうですね、僕みたいな特殊化というかパトロンがいた方がいいわけです。音楽とか芸術の世界というのはですね、パトロンで持ってるということで、まあそんな感じでですね、僕もやっぱり価値あるものに投資をしていきたいという志はあるわけですね。まあそんな中で、もしニューヨークで寿司屋を開くとなると、それは1000万2000万じゃ済まないと思いますので、足りない部分は言ってくださいと。頼もしい限りですね、これ、はい、なんで俺ニューヨークで寿司屋やりたいかって言ったら、まあ2つぐらい理由がありまして、1つは寿司が好きであるということですね。昨日もね、お金持ちの方と言ってたんですけども、まあ大体いいものを食べたいと。んでね、まあ、例えば女性の方と一緒に食事をするときに、まあ、その辺の居酒屋じゃ、まあ、格好は良くないと。でお金がたくさんあるし全部経費で使えますので、そういう方はですね、なるべく高い方がいいと、もうケチらないと。じゃあ例えば2万円とか3万円とかをですね使うようなお店ってどういうお店があるだろうって思ったんですね。
そしたら居酒屋ではもう2万円使えないんですよね、だからお寿司になってしまうわけですよ。あとはね、京都のね、第一っていうすっぽん屋さんがありまして、あれが1人前3万円ぐらいしますので、まだいつか行ってみたいなと思いますけども、例えばそういう発想でいうと何があります？高いものね、あんまりないですね。あんまないですよね。だから最終的にお寿司に行き着くんだみたいなことを言ってて、やっぱり世界でもお寿司っていうのはすごくすごい注目されてるんですよね。だから日本ではね、回転寿司もあればスーパーのお寿司もあれば、もちろん高級な銀座のお寿司もありますけれども、海外ではですね、お寿司需要がめちゃくちゃすごいんですよ。で、寿司屋を開くと大体繁盛すると言われてるわけですね。だからもう堀江門が言ってたんですけども、300倍ぐらいは違うと。だから需要を100としたら、ね、実際に今の現状提供されているものから300倍ぐらいはですね、お寿司の需要があるんだっていう。300倍ってことないか、300% ぐらいかな、まあ、それぐらいあるということでした。まあ、だから海外が好きなのでね、僕もそろそろ行ってみたいなと思って、今度行きますけど、ニューヨークにね、はい、というわけで、今日はまた例によってですね、いろんな話をしようかなと思うんですが、まあ別に何かの話、特別な話というよりは、まあ、皆さんおっしゃっていただけるようなですね、まあ、Q さんが何か語るんであればそれはそれでいいかなというふうによく言われます。で、ね、滝行についてとかですね、で YouTube では話してないことを話してくださいってよく言われるんですよね。確かにそうなんですよ。YouTube で話してることはあまりにも情報が多すぎますよね、僕はね。だいたいどんな話でも拾ってしますので、でそこで YouTube では話してない話っていうのはあるかどうかというと、あるとすれば人の悪口ぐらいでしょうかね、はい、でも人の悪口、まあ、悪口は言わないですよ。多分なんか批判的な話というか、まあ、コントラストをつけるためにですね、こういう方がいらっしゃってみたいなことは言うかもしれないですけどね。どうぞどうぞ、はい、入ってください、はい、あとは固有名詞に関してはね、ピー使いしますけども、知ってる情報は何でも喋ってしまうということなんですね。例えば去年の12月10日なんですけども、まあ、最近ね、エドワードさんという方の話がよく出てくるわけです。で、エドワードさんはもともとね、まあ、僕の高校の先輩であったらしいんですけれども、知り合い、本当にこうやって知り合う、会うようになったのは 4,5 年前になりました。で、それまで僕のね、熱海の合宿に参加していただいたりとか、まあそのいろんな節目節目でですね、何か参加していただけるって感じです。それでまあ懇親会とかそういう飲みの席では面白い話をする人だなと思ったわけですね。例えば2019年に来年東京オリンピックありませんよというふうに断言したわけですね。で、まあそういうのも世界のですね、それ分かってる人は東京オリンピックがないという前提で物事を進めてますのでみたいな断言するわけですよ。で、それを僕はすぐに YouTube で喋ってしまうわけですね。でもそんなに反響なかったわけですよ。またなんか言ってるわと。ただやっぱり新型コロナが出てきてですね、1月2月ぐらいになって、これは本当に東京オリンピックがないんじゃないかなっていうふうに注目され始めたわけですね。その時僕が喋った熱海で喋ったね、トークなんか、しかも生声をちゃんと録音して、ね、勝手に録音してそれを流してますからね、はい、まあ、そういうのも注目されたわけですよ。でもそうなると私もないと思ってましたみたいな人がね、結構出てくるわけですね、うん、まあそういう話をしてたわけですよ。で、去年の12月10日に今日ないですけど、この CD をですね、レコーディングするときに、まあ、それだけね、行くのはちょっともったいないと思って、なんかトークライブしようかなと思って、東京で。でもこの間俺やったしなと思って、で、あ、そういえばエドワードさんがこの間面白い話をしてたので、ちょっと話してもらおうかなと思ってお呼びしたんですね。お呼びしたときにですね、まあ、それが来ると分かったらしいですね。というか、ある預言者の方に、年下の方からの、無茶ぶり的なオファーがあると思います。で、その方のオファーは絶対に受けてくださいねっていうふうに、ね、言われてたらしいんですよ。あ、これ来ましたってことで、まあ、いろいろ予定をつけたという話ですけども、後から聞いたんですが、去年の12月、エドワードさんは3つしか手帳に予定を書いてなかったんですね。1つは12月10日の僕のトークライブ、1つは12月27日の名古屋のトークライブ、1つは12月29日の東京のトークライブと、全部俺じゃないのかみたいな、何かを暗示するような感じでしたけども。その時に、まあ、話が面白かったもんでですね、やっぱり終わるとみんなが囲まれるわけですよ。で、囲まれると、まあ、珍しいこともあったんでしょうね。いろいろペラペラと言ったら表現悪いですけども、なんかいろいろ聞かれるがままに話してたわけですね。その時になんかベネチアングラスの話をしてたんですよね。まあ、ご存知の人いるか分かりませんけども、ベネチアングラスってあるわけですよ。で、それをですね、朝日に当てて、私は美しい私とかですね、私は富豪は私とか、このアファーメーションっていうのはいろんなところで聞いたことあるわけですよ。で、どっから来てんのと思ったら、これはフリーメイソンですね。フリーメイソン系ってあるわけですね。
例えば古神道系フリーメイソンとかヨーロッパ系フリーメイソンとかってね、まあ、結構あるみたいですけども、別にその怪しい結社ではなくて、まあ、昔からそういうなんだろうな、地位とか身分とかですね、職業とか、全く関係なく世界の平和、友愛について、まあ、語りましょうという会ですね。でその昔はあのフランス革命以前とその時代に、18世紀後半ですよね、モーツァルトが入ってました。モーツァルトという人は僕大好きなんですけれども、まあ、貴族のための音楽だったものをですね、そこから市民のための音楽を転換させたという人ですので、意外とそういう社会的な功績もあるわけですね。まあ、本人がそれを意図してやってるのかわからなくて、宮廷音楽から雇われなかったから仕方なくフリーランスになったっていうね、人なんですけども、まあ、そこから市民のための音楽が出てきたわけですね。でそういう、ゲーテも入ってましたし、王様とか王族とかですね、貴族も入ってます、でも庶民も入ってますみたいなのがフリーメイソンですよね。でフリーメイソンのね、まあ、その都市伝説をやたらと結びつきがちなんですけども、確かそういう話はあるみたいです。でフリーメイソンの方がやってる儀式みたいなのが結構あるわけですね。例えばですね、部屋の四隅に行って一礼一拝一遊みたいな感じですね、お辞儀をするわけですよ。でお辞儀をするとここが空間がパワースポットになるみたいないうことを言われてました。で、その中でですね、例えば、私は宇宙、宇宙は私とかですね、私は宇宙、宇宙は私、私と宇宙は一つですみたいな言霊も僕は教えてもらったわけですね。なるほどと、いうことですけども、そんな中で私は美しい、美しい私という言霊をベネチアングラスを持ちながらやりましょうって話をしてたわけですね。でその後もアフターで飲んでたわけですけども、いやなんかね、エドワードさん、浅井さん囲まれてましたねって言ったら、いやそうですねって、まあ思わずいろいろ喋っちゃいましたってね、何喋ってたんですかって言ったら、いやベネチアングラスの話があるんですよってね、ベネチアングラスを持って私は美しい、美しい私ってね言ったらね美しくなるんですよ、へえそうなんですかって言いながら、あそういえばこういう技法もあるんですよって言った時にですね、懐紙に、これ懐紙いつも最近持ってるんですよね、で日本の日と書くと守られるんだと。でそれはどういう話かというと、まあ、YouTube で何回も言ってるからご存知の人いると思いますし、あと今度の本でもですね勝手に書いてるわけですが、まあ、それを持ってると守られるっていう、まあ、おまじないですよね。で誰から教えてもらったんですかって、弘法大師空海だと。1200年前に島原半島長崎県の、そこにですね村人がいるわけですよ。で空海がやってきた時に、そのおばあさんにですね、あのお水を一杯遅れてないですかって言ったら、そのおばあさんがですね遠くからですねコップ一杯持ってきたわけですね。でその逸話は実はあるわけですよ。でどうぞと、わあこんなにねあのお水に苦労なさってるのに遠くまで汲みに行ってくれてありがたいありがたいって、ツンツンツンと杖をついたら海辺に面したとこなんですけども、そこから真水がバーって出てきた。それ六角井戸って言って今でもあって、この間ちょっと行ってきましたけども、本当はですね、海辺の近くは海水が混ざってたりするわけですけども、やっぱり弘法大師空海は中国とかそういうのをちゃんと学んできたんでしょうね、地質的なものを。でそこでポンポンポンって杖をついたら井戸が湧き出てきたとね。その時に、まあそこの領主だったのか分かりませんけれども、浅井さんね、エドワードさんのご先祖様が、まあそうやって空海様がですね、感動されたと。おばあさんが持ってきてくれて、で皆さんにもぜひね、豊かになってほしいと。で湧き出る、水。という意味で、浅井とあなたは名乗りなさいとね、言われたらしいんですね。朝っていうのはそういう湧き出るとか、そういう意味らしいですね。ちなみにエドワードさんと言いますけども、エドワードっていう名前がヨーロッパの方ではそれこそ豊かさが湧き出るという意味らしいですね。同じような意味だというふうに言ってました。でその時に、これから先ですね、いろんな動乱がありますと。動乱期に、自分の身を守る術が必要ですよねって。でそこで、この返しにですね、日本の日と書くと、ここに弘法大師空海の全エネルギーを注ぎ込みましたと。これをこうやってね懐に入れておくと知らない間に守られますということを1200年前に言われたらしいんですよね。でそのことをポロッと言ってしまって、なんと浅井家、もうねその秘密の技法だったのを翌日僕は YouTube で喋ってしまうわけですよ。でそういうことは非常に多いんです。だから YouTube で喋ってないことを言ってくださいってよく言われるんですけども、 YouTube で喋ってないことを全部言いますのでね、基本で全部言います。まあそういったことでですね、まあ品種を買うこともあるわけです。ただね、これはもうお役目だと思ってます。お役目。昔ですね、高校の時に、まあ、こういうふうに言われたわけですね。お前は人間スピーカーだと。お前に言った話は全部広がってしまうって言われたわけですよ。でもね、広がってしまうと言ってる人間もまんざらではないわけですね。というのがですね、例えば誰それが好きであるとかですね、自分の秘密っていうのは誰かに語りたいんですよ。誰かに語りたい。そして僕は語らせるのが上手かったみたいです。語らせるのが上手かったみたいです。そして思わず言ってしまうわけです。でそこで冷やかすことは絶対ありません。いやお前さ、
誰それのことをお前結構ええ感じやろって言ったらさ、何そんなのね、いや分かってるって向こうもそうやね、だからいろいろ言うわけですね、ほんまかって言うわけですよ、まあ、これいけるんだよとかな、いや俺なんか見てたらすごいいい感じのね、まあ、波動とは言いませんけどね、関係性とか見えるしさとかって、そう言ってさ告白しに行くんですよ、そいつ本当に僕に言われて、だから OK されてるんですよね、で OK されたら面白ないじゃないですか、もうその話もしなくなるんですね、まあそれはどうなるんですね、はいはい、まあ、それはどうなる話です、もう、まあ、そういう形でですね、なんか言うのが多分ミッションに近いかもしれないですね、で僕は最近コーチングっていうのを僕はドフルしたばっかりで学んだわけですよ、でコーチングって名前は聞いたことあると思うんですけども、多分僕はね天然コーチだなと思ったんですね、例えば会社辞めたいんですけどもどう思いますかって言われたとしましょう、で僕だったらどうやって答えると思います、会社辞めたいんですけどもどうしましょうか、僕はまず辞めない方がいいですよって言います、絶対に辞めない方がいいですと、で相談してるということは何か担保というかですね、確かさみたいなのが欲しいんですよ、これでは例えば僕みたいに YouTube やってるブログ書いて本書いてる人にですね相談したら、あ何かいいこと言ってくれるのかなと思うんでしょうね、そら絶対いけるでとやめた方がええでってね言われたいんですよ、そしたら何て言うかというと、大体そういう方はですね、いやでもいやでもいやでもって言うんですよね、そしたら僕はそれにね根気よく付き合ってあげることもゼロではないわけですよ、わざと付き合ってあげるわけですね、でもう潰していくんですよ、でも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 って言うからさ、いやそんなんね、いやもう年齢的なものもあるしどうたらこうたらずっと言うんですね、でもね延々とでも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 言うんですね、で結局なんか否定してほしいのかなと、口ではリスクを犯して会社を辞めたいって言うんだけれども、本人はどっか否定してほしいんやなと、で否定してほしいという声が何かって言ったら潜在意識の声ですよね、だって今までさずっと会社員に勤めてみて、で一定の時間で一定の給料をもらって生きてきたわけじゃないですか、で例えば自分の親もサラリーマンだったと、で自営業でガンガン稼いでるとか、例えばですね人によっては英才教育みたいなのがあって、小学校の頃にお小遣いもらってこれを増やしなさいみたいなミッションをもらう人がいるわけですよ、1000円もらってこれを1万円に増やせなさいみたいな、どうやって増やすのと自分で考えなさいって言って、それで実際増やす人もいるわけですね、確かにジム・ロジャースとかですね、ウォーレン・バフェットとか、ああいう人がそういう教育を受けたらしいですよ、でもそうじゃなくて、まあ、親もそういうふうな習慣がない、それで自分も周りを見てみると、あなんか自由にね楽しそうにやってるんだなっていう、隣の芝生ばっかりは青く見えてしまうということですね、そしていざ相談するんだけども、でも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 って言って結局やらないわけですね、何の生み出してないわけでしょそれって、でもそういうの嫌なんですよ、もういちいちそういうの付き合うのが、だから僕は最初は絶対辞めた方がいいわと、もう会社辞めた方、会社辞めるのは絶対もう辞めた方がいいと、もう一生サラリーマンでいた方がいいよっていうのをきっぱり言うんですよ、そしたら大体二通り意見がありまして、反応がありまして、一つはやっぱりそうですよねっていうふうにちょっと安心する人で、もう一人は逆ギレする人まあ、最近でこそないんですけども、当時僕が YouTube バズったばっかりの時、2020年ぐらいかな、19年ぐらいですかね、バーって僕のが YouTube の中出てきて、なんか潜在意識の話をする人が当時まだ3年ぐらい前ですけど、まあんまいなかったんですよね、だからそういう質問が結構来て、例えばある男性からですね、私は今生活保護をやっていて、まあ、体が悪いと、でも生活保護を脱出して起業をしたいと、そういう動画を作ってほしいって言われたんですよね、で僕はその人に対して、なんでその人のね要望に応えないといけないかわからないんだけども、まあ、それ自分が出したいように出しますと、ただし生活保護やめたいというのはやめた方がいいですよと、一生生活保護がいいですよって言ったらさ、なんとその人は僕のことを批判するホームページを作り始めたんですよ、いやびっくりしましたね、まあ、すぐなくなりましたよ、うん、で僕はなんとかせい、サイコパスでどうたらこうたらって言われて、いや単純に生活保護やめた方がいい、生活保護をやめたいんですって言うんだけども、いやそれは無理やと、生活保護がいいよと、でまあ、例えばその2チャンネル創設者の広石さんなんかも生活保護をすごい推してるわけですよ、うん、でもやっぱりそうやってなんかな同調してほしかったんでしょうね、いや生活保護あれよね、君ならできるよ絶対できるよ、じゃあ俺はそういう YouTube を書くから君のためにね絶対吹き込むからって言ってほしかったかもしれませんけども、僕なんかも一刀両断、いや生活保護をやめた方がいいよと、あ生活保護をやめるやめた方がいいよっていうふうに言うわけですよ、それは逆切れしてくるわけですね、まあ、そういう人もいるわけですよ、で何が言いたいかというとですね、結局会社辞めたいんですけどっていう人に対して絶対それは辞めた方がいいって言った時に、それでもやる人がやるんです、結局相談している人っていうのは
やらないんですよ。で僕の場合どうかというと2004年5年ですね、3月急に頭の中にですね、会社辞めていいよという天の声が聞こえたわけですよ。何やろこの天の声はと、神様の声が聞こえたと思ったんですね。えそしてちょうど車運転しましたんで客先に行くときにですよ、でパッて止まったところが筑紫神社前というですね、まあ、福岡県です、筑紫の国の一番の中心の神社です。あ、ここ近くに神社ありますね、でっかい神社。あ、何ですかあの神社は、何神社、あれどういう神社なんですか。いや、筑紫神社は筑紫の神様がいるところですし、伊勢神宮は天照大神がいるところですしということです。出雲大社はスサノオの神様がいるところですが、そちら神社は宇都宮の神様ではないんですか。特に山の武尊、山の武尊はじゃあここまで来たんですか。あ、そこまで、あの相模の国まで行ってますよね。相模の国までは行ってる、あ、そう、すぐそこまで来てるわけですね、山の武尊ですね。なるほど、まあちょっと気になったんで後でまた喋るかもしれませんけど、まあそういう方でですね、筑紫神社前って出てきて、あ、これ神様の声やと思って、で僕の場合はそこでコインを投げたんですよ。でここにも入りますけどね、今から俺はコインを投げると、で表が出たら今日やめるっていう、で裏が出たらちょっと待とうかっていうふうに自分で宣言して、神様に宣言してコインをカーンと投げたらですね、500円玉をカーン投げたら、そういう時は大体表が出るわけですよ。で表が出たーと思って、それでチャリンとお賽銭にしてですね、ありがとうございましたって言って、でまあ駐車場に戻って、そこから僕の親とかよくしてる知り合いとか仲の良かった同僚とか10人ぐらいに電話したんですよ。俺会社辞めるから、会社辞めるからって決定事項ですよね。で、事務所に帰ってきたら経理の女性のですね方が1人いらっしゃったわけですよ。あと、まあ、アルバイトの女性の方2人ぐらいいらっしゃって、今までお世話になりましたって、僕は会社辞めることに決めましたのでって、何唐突にって言うわけですよ。でもうその夜にその事務所長に、すいません、一身上の都合で会社を辞めさせていただきますって言ったら、あ、お前もかみたいな感じで言われて、会社辞めることが決まってしまったわけですね。でその時にもうちょっと待ってくれなんていうことはないわけですよ。でもし僕に会社辞めたんですって言ったら、そこは大いにやれですよね。そこは大いにやれ。だから結局何か相談してくるっていうのは、あのブレーキをねかけたいと思ってるわけなんでしょうね。でまあそういう、まあ、コーチングの話からそうなりましたけども、僕はまあコーチングっていうのを学んでる時に、いろんなアプローチを、学んだんじゃないかなと思うんですよね。だから相談してくる人に対してはまず否定するっていうのも一つの技法です。でそれでもなおかつやる人ですよね。その人が生き残ります。だからもしですね、僕にまあ今後そういう機会があるか分かりませんけども、 LINE とかでですね相談事があったら全部否定します、はい、まず否定から入ります。なんでそんないつも肯定的じゃないですかと思うかもしれませんが、それは分かった上で否定するんですよ。でその否定してもなおかつやる人が残る人だと思います。でそんな否定されたぐらいでさ、逆切れしてね、でできませんっていうようなことであればですよ、しかも基本的に赤の他人だったりするわけでしょ。別にその寝食を共にしてるとかさ、いつも顔を合わせてるわけじゃなくって、まあ、そういう人からなんかね、一身上のそのご相談がありますって言ったら親身にね聞くかもしれませんが、そうじゃない、僕は全然知らない方に対して言われたところで、いやそれはもうね否定するしかないですよね。だけどももしそうやってポンって来ました、もし辞めるっていうふうに決めましたっていう、もう結果があれきだったら、あとはガンガン行こうぜと。でそこで何やりたいん、これやりたいんということで言って、いけるんちゃう、いけるんちゃう、いけるんちゃうっていうふうにガーっていくわけですね。ただ相談してきたらまず否定、だけども自分でコミットして決めてしまったら、それはドライブかけるわけですよ。でドライブかけるのがどうやら俺は上手かったらしいですね。昔から上手いと思ってるんですよ。まあ、ね、これはねもう言い悪いは別ですけども、まあ、ただ僕と、ね、飲みに行くことがあるかどうか分かりませんけども、ね、この後行くかどうか分かりませんけれども、昨日は行きましたけれども、うかつに何か言ったら、その気にさせられますからね。